今春、飛留高を卒業した同校相撲部出身の松本オン18、が大相撲の伊勢ヶ浜部屋に入門することが3日、分かった。一度きりの人生。大相撲は中学時代からの目標だった。来月の夏場所、5月12日初日、両国国技館、前の新弟子検査に合格すれば、同場所の前相撲で各界デビューする。 高校の同級生二人は一足先に大相撲人生をスタートさせた。同じ伊勢ヶ浜部屋となった鈴の富士十八、は、初場所で全相撲デビュー。もう一人の白竜、十八、イコール音羽さんイコールは春場所で初土俵を踏んだ。出遅れた松本だが、一年夏に痛めた左足首をちゃんと直してから土俵に上がりたかった。 自分のペースでやれればいい、と、焦る気持ちは全くない。押し相撲が真章。とにかく前に出る相撲をしたい。同部屋には比留校 OB が体勢で心強い。幕内の緑富士、27、や熱海富士、21、らがいる。安心感がある、他横綱、照ノ富士、32、野戦場所。 新入幕力士として110年ぶりに優勝した孫富士。24、ら、強い力士が身近にたくさんいるのは大きな財産だ。卒業後も母校で稽古しながらデビューを心待ちにしていた。スピード出世にはこだわらない、怪我をしない体を作って、一度、関取に上がったら、下がらないような力士になりたい。 得意な押し相撲を磨いて着実に番付を上げていく。松本リオン、松本リオン、2005年7月28日、富士宮市生まれ、18歳。小4から相撲を始めて、富士宮市中から比流高に進学。好きな食べ物は白米、175センチ、140キロ。家族は両親と兄。